はい、皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日も昨日に引き続き、産経新聞月刊正論編集長の滝田真紀子さんをゲストにお迎えしております。滝田さん、よろしくお願いします。それからいつもの高橋由一さんです。高橋由一さん、よろしくお願いします。今日は、永田町をちょっと離れてですね、その外の周辺の話をいろいろこうしていきたいんですけど、まず財務省、これは高橋さんから聞こうかな。財務省は今岸田政権をどうしようと思ってるんだろう、下ろそうと思ってるかな。まあだからさ、あれだよ、ちょっと自我が目覚めちゃったからね、一発叩いたって形でしょ。自我なんか目覚めないでね、その無職でやれっていうことをでちょっとやったんじゃないの。総理の自我ね、総理の自我が目覚めて、減税って減税メガ、あの増税メガネって言われちゃったからね、ここでカチンとちょっと来ちゃったからね、そんなの言われて、それでちょっと減税の話しちゃったからこういうことになるんだよね。なるほど。怒られてね。うん、怒られてね。だから本来の俺たちが囲ってた増税路線に戻れと。ので、そのまましっかりやれば生かしておき、おきやるよ。生かしておく。そんな感じだよ。なるほど。じゃあやらなかったら生かしておかないと。生かしておかねえかぞっていうのをちょっと見せたんじゃないの。なるほど。なるほど。これが財務省。まあ、滝田さんも同じご意見ですか。私ね、実を言うと、今年の初めぐらいとかにもすでに岸田総理は財務省の犬みたいなこと言われたじゃないですか。それに関して結構政権内の人からは、いや実を言うとそんなことなくて、財務省が思ったほど岸田さんが操られなかったと言ってた人もいたんですよ。あ、そう。ところが最近は、その人じゃない別の人から、別の人は最近は、やっぱ最近はいろいろもう頼るところが財務省しかなくなったのかなっていう声も聞こえるんですよ。だから、周りが思ってるほど総理は財務省に引きずり回されてはない。やっぱ高橋さんあれじゃないけど、やっぱそれは自我があるから、そこの葛藤なのかもしれないんだけれども、っていうところ。でも、ね、前回お話ししたように、無色透明な人なので、なかなか何がやりたいかがない人だから、ね、そこのところでやっぱ、ね、まあ、思い切り触れちゃうわけね。そうそう。やっぱ誰かの影響を受けちゃうのかなと。なるほど。それとね、まあ、財務省については、まあ、大体分かりました。でね、私がね、ちょっと最近、親と思ったのはね、昨日、滝田さんもちらっと触れられた東京地検ですよ。東京地検が、特捜部がですよ、しかも、自民党の五大派閥に、何か事情聴取した政治資金の不適正処理の問題で、この話が、まあ、一斉にメディアに出た。事情聴取したぐらいで一斉にああやって出るっていうのは、私はこれは特捜のリークだよねと。事実上、まあ、みんな各社どうなんですかって確認してきたときに、まあそれでいいんだよっていうふうに確認したってことだから、まあリークだと思うんですけど、これってちょっと怪しくないというのが私のちょっと疑問なんですけどね。つまり、地検までが岸田叩きにちょっと手を貸しているように見えるんですけど、滝田さんどう見えます？そういうふうに読もうと思えば読めるんですけど、ただね、この話っていうのは、これ、新聞赤旗がもう去年11月に書いてるんですよ。そうそう、書いてるらしいね。で、それで、それを、その時に、神戸学院大学の、教授が、一緒に告発をして、上脇かな、上脇かよくわかんないですけど、その方がもうすでに告発をしていたと。それで、最近なのかな、政治資金、収支報告書かなんかオープンになったりして、で多分その共産党赤旗の指摘があったから、やっぱそれを見れば分かるので、それで朝日とかが結構詳細なものを出してきたと、要するに2018年から2021年の4年間で不記載があったの5派閥合わせて約2701件と、そこまで詳細なの。を出してきたと。で、まあ私も最初これ何も共産党の報道のことは知らなくて、聞いた時にはこれやっぱ財務省かなと思ったけど、そうじゃないんじゃないのかなって気もしてきたんですよね。これってどこの得だね、NHK? 今回のはテレビは NHK がなんか、テレビは NHK じゃなかったですかね。早かったんだよね、事情聴取の話でしょ。はい、そうそう。で、その後各社みんな多分裏確認取って、で、確認が取れたから、みんな一斉に、その日の夜のうちに、民放もみんな追っかけたっていう感じなんですけどね。まあまあ、これはだから、
あの、本当に、あの、昨日のお話じゃない、話じゃないですけど、うん、やっぱ各派閥を萎縮させますよね、やっぱり。だよね、うん。うん。そうそう。まあ、これで総理が萎縮するかって言ったら、岸田派は一番少なかったんですよね。うん、まあ、金額の問題じゃねえだろうって言われたらあれだけども、うんうん、でも、あの、とっとと処理しました。うん。って言ってますよね。うん、まあ、修正したっていうことで、修正したって大体一件落着のようですね。でも一番問題なのは清和ですよね。うん、安倍派がね、うん、2000万近くでしょ。うん。どうやってやんのか、これ、不記載だけでも結構問題になりますからね。うんうん、高橋さん、この東京地検特捜部のこの事情聴取問題、どういうふうに思います、まあ、これは、ね、左系の人がね、あの、年中やってる話でね、それが出て、たまたま今出ただけなんだけど、あの、おそらくこれよりかはちょっと東京地検でって、で、ちょっと重要なのはね、うん、あれだよね、あの、柿沢水戸さんの方、ね。あ、柿沢さんね。柿沢水戸さんの方の話はさ、うん、だってさ、捜査中だって分かってたんだね。それでこういう形で出すわけでしょ。うん。あれ、水戸さんってさ、法務大臣だから、捜査中の上の人だよね。うん。まあ、ちょっとあれだよね。だから、うん、あの、それで東京地検としてやりがいがあるよね、おそらく、うんうん。で、この話はさ、はっきり言うとさ、あれだよね、あの、修正して終わりなんですよ。そう。何もないんですよ。うん、もう修正したようだけど。うん、それで、あの、その1900万円かな、うん、あの、だから、その、安倍派が多いって言うけどさ、うん、その4年間でさ、私もちょっと見たんだけど、うん、あの、5億以上集めてるのね。うん、そのくらいだと、もう 0.4% もないから、うん、これ単なる記載ミスだって言って、うん、ちょっとコロナで忙しくてすいませんって言ったら、ほとんどもう終わっちゃう。終わっちゃう。と思いますね、うん、これは。だから、これはこれでそんな大きな話なのかっていうと、それは、あの、政治資金収支報告書の記載ミスなんて山ほどあるからね、うんうん、だからそれから思うとすごく大きくて、その後の悪質とかなんかの話がない限り、うん、ちょっと難しいよね、うん、このくらいの、うん、このくらいの数字だと、うんうん、ちょっとね、私がね、あえて聞きたかったのはね、財務省と東京地検って、まあ、法務省仲良しじゃないですか、うん、非常に、まあ、会議もよくやってるし、うんうん、でそれが連動して岸田叩きに走ってる、そういうふうには見えないかなってこと。一緒になっちゃったかもだけかもしれないね。それで。ああ、そうか、うん。一緒になっちゃっただけ。すごい話にならないからね。うん。なるほど、うん。たまたまね。たまたま。だから、岸田政権が緩いっていうところがあるから、うん、あの、だって、三田さんの話なんてな、あれだよね。うん、捜査中になって分かってるじゃん。うん、でそれでに、三田さんを上にしちゃったんだから、うん、とんでもなくさ、身体検査がなくて緩いところだよね。まあまあ、そうだね、うん。だから、緩いところで、まあ、だから、検察の証拠からしてみればね、うん、もうなんか稼ぎどころってそんな感じなんじゃないの。なるほど。うん、なるほど。これは正直言って、うん、あの、収支報告書の単純ミスだから、うん、で多分、派閥の上の方の人もあんまよく知らないと思うよ。ああ、そういうことか。いや、私、あの、これ、単純ミスで不記載で、あの、処理できれば別にいいんですけど、うん、問題はですね、その、最近いろいろ出ている、その、不祥事がみんな金に絡む話なわけですよ。うん、で、この雰囲気っていうのは、すごい良くないと思ってるんですよ。また金と政治っていうのは。うんうん、特に、また増税とか言って言われてるでしょ、うん、そこにまたこの、政治と金の話が来るんですよ。うんうん、これって結構その、あの、一般国民を刺激するネタですよね、うん。で、テレビはかなりこれをやってるわけですよ、今。うんうん、私は個人としては、もう政治家には金をドンとつけて、うん、あの、もう秘書もみんな国費で雇えと、その代わり仕事をしろっていうあれなんですよ。うんうん、パーティーなんかやるからこんなことになるんだよって、うん、で私は思ってる人間なんだけれども、うん、なのであんまり政治資金の方、私そこまでは目くばしっていうか、まあ、目くじら立てたくない人なんですけどね。うんうん、でもやっぱここまでいろいろとつながってくると、うん、その政治不信っていうもの、うん、特にその岸田総理みたいに、これをやりたいっていうのがなくて、そこに邁進してるっていう姿が見えない政権で、ぼやぼやーっとなってると、こういうネタっていうのが結構クローズアップされやすいんじゃないかと。そうね。そこの私、そこを一番躊躇してて、これは岸田政権に変わらず、要するに自民党政治に来るわけですよ。となると、それは、その、細川連立政権ができた 前段とか、あの、民主党の時のその政権交代でも自民党はダメだみたいな、この、その空気が醸成される。そういうのにつながりかねないなっていうのが、私は今回のこの問題の、なるほど。あの、なんていうかな、肝っぽく、肝っていうか。まあ、それと、あの、ほら、給料、あの、岸田さんの給料が上がるって話もあったからね。それもありましたよね。あったよね。そう。そういうのが全体として、俺たちは物価高で生活苦しいのに、何やってんだ政治家はと、うんうん。こういう、これね。そう。いや、必ずしも私はそれに組みしないですよ。うん、
もう万全に仕事をすればいい話であってね、うん、でもこういうのっていうのは、うん、テレビとかこういうのネタにするじゃないですか、うんうん、それが昨日のあの支持率の低下にもつながってる可能性あるよね高橋さん、うん、でもまあこのね2000万円でもっとお金たくさん集めててさ、うん、このパーティーなんてはっきり言うとあれだよね、ほとんどさ、あの、無記名で集められるんだよね。うん、でそれで、ちょっとすいません、ちょっと金額大きかったんだけど、うん、無記名にしちゃいましたってレベルの話なんだよね、これね。うん、だから、まあね、みんな何十億、50、60億集めるわけですよ、うん、政治資金パーティーで。うん、うち何千万だとね、うん、もう単純ミスだなって、うん、はっきり言えばその単純ミスって言われても全然大したことないし、うん、それをどっかで抜いてたところで、そんなと抜いたって何もなんないよねって感じだよね。うん、なるほど。あのね、金額的にはね。金額的には、ね。うん。だからこれ、その、金額見ないでただ単に言うって言うんだけど、今見て私見たく、このくらいの話って別によくあるんだし、うん、あの、金額で大したことないけど、こんなに抜いたところでね、変な話にはなかなか使いにくいですよって言ったら終わっちゃうよね、これね、うん。なるほど。もうちょっと、もっとすごい話が落下ないとね、これはね。なるほど。これだけじゃと向いたと思いますよ。さて、じゃあそのもう一つ、次。アメリカ。昨日、一昨日だったかな、なんか急に出てきたけど、うん、岸田さんが来年の春、来春、アメリカに訪問すると。国賓待遇でバイデン大統領と会談すると。これをどう見るか。私の見立ては、うん、アメリカが岸田さんに、援護射撃したかなと。支持率が落ちてるときに、政権ヨタヨタしてるときに、まあちょっと俺と一緒に会談してみるか。となったら当然これは岸田支え、下支えになるよねと見るんですけど、どうですか、滝田さん。私も昨日のあの速報を見たときに、こう来たかと。うん、こう来たかこう来たかと思いましたよ。うんうん、だよね。そう、もう当たり、その普通のその、何、この永田町的な思考というか、慣れで見たら、あの、総理はこれをあの、今ね、ぶち、うん、まあ、総理周辺が多分日経にリークしたんでしょう。で、日経が一番最初にそこを打ったんだけれども、そうやって、その春の訪米までは、岸田は降りないぞと。そこまでは政権は盤石だぞと。言いたいんであると。そう。で、まあ、アメリカも、まあ、日米のこの同盟関係を強調するのはアメリカにとってはマイナスではないので、バイデン政権にとってもいいわけじゃないですか。だからそういうので言ったんだろうなと、うん。思いました。思いました。でもすげえタイミングだなと思いました。うん、そう、すごいタイミングだね。空気がこういろいろ微妙になってる時にこれかと。ああ、そうそう、これか、うん、高橋さん、このニュースどういうふうに見ました？私、日経の前から、日経の前にちょっと出てたから、やっぱりこれかなと。だってこれしかない。言ってね、何もないじゃない。これで招待を受けたっていうのは日経の前にどこで出てたのかな。あの、首脳会談やった時に。首脳会談の時に言ってたよ。言ってた。だからね、ああ、それでそれをもらいに行ったのかって。だからそれで、あの、なんか、何をね、やるって言ったのかなって、そんな感じで私なんか見てて、もうそれ以外に、あの、首脳会談で結構嬉しそうに言ってたから、ああ、これかなと思って、だから、要するに延命ね、延命措置。延命措置っていうんでね。ほいで、何をあれかな、あの、ご褒美もらったのかな、それともなんかこれから約束してんのかなって、私なんかそんな感じで見てた。私はバイデン政権から見たら、岸田政権というのは可愛い子ちゃんで、すっごい使い回しのいい、使い勝手のいい政権だというふうに見えるんだよね。だって核兵器のこと言わないし、その代わり防衛費は拡大してくれるし、で、その他の話も大体自分の言った通り、だからもうはっきり言ってもう親米ベタベタ政権なので、まあ、バイデン政権から見たら非常に使い勝手がいい。だったらまあ、ちょっとね、一発ね、援護射撃してやるかぐらいなことは、まあ、もともとそれは日米首脳会談の時に、まあ、切ってた手形とはいえ、まあ、そういう気持ちもまあ、あるのかな、っていうふうに見えましたけどね。私はそこまで、あの、親米というか、要するにもう今、日米は一緒に中国に対峙しなきゃいけないので、まあまあ、そろそろ。で、もうアメリカたちと、あの、一国ではもう戦えなくて、日本が相当頑張んなきゃいけないわけですよ。うん、で、そういう中で岸田政権は安全保障に関しては比較的頑張ってる方なので、うん、それはそのバイデン政権も、あの、評価するところだと思います。うんうんうん、で、でも言いなりに私そこまでなってないと思ってて、もうそんな時代じゃないと思ってるし、うんうん、言いなりだったら、いち早く岸田政権はイスラエルを支援しますって言いますよ。なるほど。そこは岸田政権は、うん、そこまではっきりは言ってないでしょ、うんうん、なので。どころか両方悪いみたいな話。あ、そうそう、両方に姿勢を求めるって言っててね。うんうん、だから私は必ずしもそんなにそのアメリカにどつかれて何かやってるっていう、そういう絵柄は思ってなくて、うん、むしろ今は結構日本が動いてアメリカが助けられてる部分もあるんじゃないのかなって思うんで。うん、なるほど、うん。なるほど。高橋さん、そのアメリカが岸田を使い回してるっていう見立てについてはどういうふうに見ます？うん、わからないよね。わからない。だから、なんか、
あれ、どっちが先に言ったのかなと思ってね。まあ、絶対には岸田さんがさ、招待して、言ったんだろう。そう。ほいで、まあいいやと思って言ったんじゃない。そういうことか。事務方がもうそれはもうやってる。なるほど。なるほど。でも招待してって言わなかったら。招待してか。まあ、バイデンからやる方なわけがないよね。なるほど。なるほど。呼んで呼んでって、それで、はい、言ったんじゃないの。なるほど。でもあれですよね、議会で演説するって安倍さん以来でしょ。そうだ。なるほど。もう、ね、すごいですよね。意識してるんです、すごく。なるほど。でこれだからレガシーで。なるほど。それとね、もう一つ、これもちょっと触れなきゃいけない。あの、経済界ですよ。経団連の会長が記者会見で、支持率低下の不思議だと、むしろなんで下がるのか、皆さんにお聞きしたいぐらいだって言って、これネットで炎上してるらしいんだけど、これはどういうふうに見ますボケてるよね。この徳良さんって本当に常々私そう思ってるんですけど。高橋さんに聞こうか。高橋さんどう思いますこれ。老害です。え？老害で。老害。老害だそうです。滝田さんはどう？いや、不思議。私はこれちょっと国民、普通、世論の流れ全く分かってないんじゃないかって。まあ、経団連は結構世論の流れ分かってないこと多いですよね。だから、まあ、不思議、いや、でも、不思議ではないと思いますよ。私は説明をつくと思いますよ。そうだよね。というわけで、これがちょっとまあネットでね、もう本当にずれまくってるって言って話題になってる。まあ、こういう話、私もそう思います。それとね、最後、これもちょっと聞こうかな。読売新聞。鍋つねさん。読売新聞はね、実は昨日紹介した岸田政権の内閣支持率、これ、読売さんの調査でさえも、実は10ポイントも下がって、24.0% なんですよ。で、自民党支持率も 28.0%、これも2ポイント下がったということで、まあ読売なんで注目してるかっていうと、もう皆さんご存知だと思いますけど、鍋常さんと、それから岸田さんは同じ開成高校のご卒業でありまして、岸田さんの、まあ、応援団長格、というふうに、まあ、世間は見てるわけですけど、この鍋、でもじゃあ読売さんがもうな、岸田さんを見限ったかっていうと、実は社説を読んだんですけど、社説を読んだったら、まあ要するに政策を決定するプロセスをもっとちゃんとやれなんてことを言ってて、まあ要するにエールを送っているっていう状況ですけども、高橋さん、この読売さん、鍋常さんは今何考えてると思いますかね。鍋常さんってすごい年でしょ。うん、どこまで生きて、ちゃんとできてるのかよくわからんよね。あ、池田大作と同じようなあれでしょうね。あ、そうそう。うん。池田大作ね。同じようなあれでしょう、ね。なんかさ、お隠れになって誰かがそれをね、演じてんかもしれないし。うん。どう、今本当にちゃんとしておられるの、いや、ちょっとよくわからない。そこがわかんないよね。わからない。うん。られるんじゃないんですかね。でも、社説を見る限り、とにかく、減税なんていうのは人気取りだと、そこを見られ、国民に、そこを見られてますよっていうことも書きつつ、うん、でも、その、党なんかとしっかり調整してないから、ごたごたしてんだっていう。うん、まあ、そうやってエールを送ってるわけ。今、あれなんじゃないの？だからさ、論説隠しとかさ、うん、お気に入ってるだけじゃないの？お気に入ってる。うん。要するに、ちょっと書かないで、ちょっと遅れてね。うん、だから、下手に書くと、ね、鍋つねに怒られちゃうかもしれないから、うん、お気に入って、様子見てるだけじゃない、うん。あ、ちょっといろいろ書いてみて、こうやって、これでどうでしょうか。ブランに書いてるだけで。ブランに書いて、これでどうでしょうかと、うん。お気に入ってるだけじゃないの、なるほど、うん。今はね。なるほど。滝田さんは、読売新聞とか意識してます？この、岸田政権との関係で。月刊正論の今月号、12月号の永田町自上録のタイトルは読売新聞に叱られるなんですよ。ああ、面白いね。どういう意味ですかそれ。なんで叱られるんですか。結局、読売はやっぱり最近論調厳しいんですよ。岸田さんに？実を言うと岸田政権に。はい。それはやっぱり解散をしなかったことが大きくてね。で、まあ、長谷川さん、今、岸田さんと、鍋常さんの関係をおっしゃってましたけども、岸田さんのお父さんは、確か鍋常さんと、
高校の旧制東京高校の同級生、同窓生。なるほど。で、うん、岸田さんのお父さんが亡くなられた時の葬儀で、鍋先さんが涙ながらに弔辞を読んだ、弔辞を読んだのが、これは有名な話なんですよ。はいはい、なので、鍋先さんにしてみればか、岸田さんにしてみればか、あれだけど、うん、要するに、このある意味で、こう、お父さんじゃないけど、はいはい、こう、うん、ね。親父の親友ね。そう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 。うん、っていうところがあったわけですよ。うん、なんだけど、岸田さんは、その、6月も解散を打たなかった、秋も解散を打たないっていうので、うんうん、まあ結構、鍋津さんをがっくりさせるところがあるんじゃないかと。うん、なるほど、うん。で、それで、読売新聞に、政治の現場っていう連載があるんですよ。はい。これ結構面白くて。うん、まあ、3回ぐらいあるやつかな。そうそう、3、4回とかやったりして、シリーズごとに。うんうんうん、そこで結構、解散しなかったことを叱ってんですよ。読売が。読売が。ほう。うん、10月の時とかで、うんうん、でそれ以前の時はこれちょっとある人から聞いたけど、読売も岸田政権にはちょっと配慮するようなことがあったらしいけど、うんうん、最近はちょっと微妙だなみたいなことを言ってるから、うん、多分少しずつ空気が変わってんじゃないかな。あ、読売の中でもね。読売の中でも。なるほど。まあ、それでもリークされるのは読売は多分確率としては高いですよね。うん、そうだね。まあ、岸田総理じゃなくて総理の周辺からリークされてると思うから。ああ、そうだね。周りにみんなおもんばかってね。そう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 。そうね。なるほど。さて、もう一つ。お隠れになったっていう話で、今、これもちょっと触れておきたい。公明党の池田大作さんのところに、いち早く、弔問に伺った。これをどう見るかですけど、滝田さんどうですか？行動早いなと。行動早い。うん、そうそうそう。あれ、確かあの日の前日は、うん、奥さんのお父さんの、うん、なんかあれがあって、弔問がなんかがあって、うん、広島に行ってんですよね。うん、はい。で、戻ってきて、うん、今度すぐに信濃町の方に行ってんですよ。うん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 、なかなか素早いなと。素早い。うん、まあまあ、それはもちろんね、今、自公がギクシャクしてる中でね、うん、これを本当に修復するっていう意味もあるし、うん、で、まあ、これネット上ですごい叩かれてるじゃないですか、長寿化なんかを出した時に内閣総理大臣、岸田文雄で、うん。出した。出しちゃってる。ああ、はいはい。SNS とかでもね、すぐに。うん、で、これはいかがなものかと言ったら、松野官房長官が、なんかローマ法王にも出したとか言ってね。あ、う、あ、ん、はいはい。よくわからない。よくわからない。そこら辺のなんか対応が。はい、まあまあ、でも私はそもそも亡くなった方に関して弔意を示すのは間違ったことではないと思うので、まあそこのところはあんまりいろいろとギャーギャー言いたくないんですけれども、うん、でもやっぱりここまでその弔問に行かれて、うん、で確か池田大作さんの長男さんにお会いされてるでしょ、うん、まあこれはやっぱり今後も自公連立、うん、まあ岸田さんは自公連立あんまり好きじゃない人なんだけども、うんうんうん、それをやらないとやっぱ次の選挙に響いてくるっていうのが思いでしょ、うんうん、私はやっぱりこういう苦境に立っている中で公明党を邪険にできないと、うんね、むしろ公明党を邪険にすると大変なことになりかねない、はい、そもそも政策面で言っても所得減税を定額減税やるって話とか、うん、低所得者に補助金支給するとか、これ公明党が言ってた話なんで、これをいわばパクッと全部食べちゃった、うん、まあそういう関係から言って、まあ、公明党ってすごく大事にしてんだなっていうふうに、まあ、私は見えましたけどね。高橋さんどうですか、池田さんのところ。その公明党大事にしてん決まってんじゃないの内閣総理大臣岸田文雄ね、私もびっくりしてさ、うん、あれやっぱりちょっと まずいんだよね、うん、だって宗教政教分離っていうのは特定宗教に肩入れしちゃいけないって話だからね、はい、完璧にまずいんだよね、だからさ、あれだよね、信濃町に行った時にはね、自民党総裁としてって言い直したもんね、それでね、松野さんがさ、いやこれは個人ですって、個人で内閣総理大臣って書くかって、ね、あれでね、ローマ法の話書いて、ローマ法の話ってね、うん、ローマ法はね、欧州の全員がね、うん、全部の国がね、首脳がね、弔問してんだよね。それと違うよな。池田さんなんかどこにも弔問で海外してないじゃない。もう完全にあれでアウトだよね。もう直すの大変だよね、あれ。もう説明つかないよね、おそらく。あれ、じゃあ、秘書官のチョンボ。秘書官のチョンボ。秘書官のチョンボ。いや、北政権って結構そういうことある、ね、かけて一生懸命やれっていうかね、うん、バカで、いや、バカで書いちゃったんだ、あれ。ああ、なるほど。あれ、すんが怒られて、もう説明つかないよね。なるほど。だから、松野さん、いや、なんか、X は個人ですか、個人で内閣総大臣で書く、ね。終わりですよ。ね、最初から内閣総大臣に書かなければ、もうそういうわけは通じたけど、書いちゃったからダメですよ。なるほど。うん。
ああ、そのあたりも含めて、やっぱり官邸の首相周りが、相当ボロボロ。初動がいつも、だからそのイスラエルの時ね、ガス、あのハマスの攻撃の時もそうだけど。それそれ、うん。あれもそう。この政権って、本当にその発信機能が弱い。弱い。発信するとそうやってチョンポが起きる。そうなんですよ。なんでこんなになるかなっていう、うん、だからその政策ね、うん、いいことやってたとしても、うん、それを解説する人がいないと伝わらないわけですよ、うんうん、ということね。でメディアだって全然その機能を果たしてないでしょ、うん、そうね、うん、安倍さんの時は、うん、ね、高橋さんもご存知の通り、うん、もう秘書官とか周りの人が手を尽くして誰にこれを書かせて、うん、あれを言わせてっていうのを、うんうんうん、やってたわけですよ、うんうん、そうね、でも総理が言わなくても、うん、もうみんなあこれはこういうことねって共通理解ができてたじゃないですか、うんうん、それがこの政権ないんですよ、うん、そうね、ちょっとびっくり、うんうん、はい、というわけでございます、今日は2回にわたって、岸田政権、あれこれ、分析して議論してきました、というわけで、まあ、多少ご参考になったかなと。なかなか倒れそうで倒れないっていうのが私の感想でございます。どうもありがとうございました。